レインボーは2009年に結成した韓国の7人組女性アイドルグループ。2016年に解散し、2019年に期間限定で再結成した DSP メディア所属。グループ名、レインボーは練習生時代にメンバーが7人いるグループということからニックネームとして名付けられ、最終的にメンバーそれぞれの個性や魅力を簡潔かつわかりやすく。 表現しているということで決定された。公式ファイクラブ名のレインネスは虹を表すレインボーと輝きを表すルミナスを掛け合わせた造語であり、ファンという存在がグループにきらびやかで美しい彩りをもたらしてくれるという意味が込められている。2009年11月12日、4年間の準備期間を経て DSP メディアからミニアルバム ゴシップガールでデビュー。同事務所の人気ガールズグループからの妹グループとして注目を集め、デビュー前にメンバーの写真が公開されると、韓国国内各ポータルサイトの検索ランキングで1位になるなどした。2010年8月12日に発売した、ファーストデジタルシングル、A は腰をくねらせながら T シャツの裾をめくりへそを見せるおへそダンスが話題となったが、 戦場的であるとの指摘によりテレビ等の媒体側から放送禁止が命じられた。同時期にリーダーのゼギョンがデビュー時に勤めていたサムスンカードの広告モデルに続き化粧品の広告モデルにも起用されレインボーの知名度を高めた。同10月20日、セカンドデジタルシングルマッハを発売。本楽曲も個性的なダンス特徴としており。 鮮烈なインパクトを与えた。2011年4月発売のセカンドミニアルバム 2ME は韓国の音楽番組 M カウントダウンで3位、各オンラインチャートで上位を獲得。2012年1月3日、スンア、ジスク、ヒョニョンで構成された3人組ユニット、レインボー・ピクシーがデジタルシングル、ホイホイでデビュー。同月14日、ショー、K-POP の中心にて、 デビューステージを行った。2014年1月20日、ジェギョン、ヒョニョン、スムア、ウリで構成された4人組ユニット、レインボーブラックスが、タイトル曲、チャチャを収録した、スペシャルアルバム、RB ブラックスでデビュー。同日、ソウル効果もンオレルスクエアドリームホールにて、デビューミニショーケースを開催。デビュー前には、音楽配信サイトネイバーミュージックにてジャケット写真と15、 金ショートバージョンのスタイルグラビア映像を YouTube にて15金ショートバージョンと19金フルバージョンのスタイルグラビア映像を先行公開した。2016年11月12日 DSP メディアとの7年間の専属契約満了に伴って解散。2019年11月14日デビュー10周年を記念して再結成しスペシャルシングルオーバーザレインボーを デジタルリリース。同月5日には収録曲、アイドリームオブユーを先行リリースした。本アルバムはメンバー自身が DSP メディアと協議の末にリーダーであるジェギョンの慈悲で制作され、収益は全額寄付された。同月17日、JTBC のテレビ番組アイドルルームのアイドル,ルームレインボーデビュー10周年記念特集に解散後発の 完全体で出演した。2010年5月28日、u ポー,ートホールにて開催された第3回、ソルトレーンに出演するため初来日。ステージで、ファーストアルバムゴシップガールから3曲披露したほか、クラシックバレエ、椅子を使った、セクシーダンス、ピカチュウのモノマネなどの特技も披露した。この模様は6月26日に、東京 MX テレビにて放送された。 11月3日、埼玉スーパーアリーナにて開催された、ソル東京ミュージックフェスティバル2 0 1 2出演。2011年6月7日、京セラドーム大阪にて開催された、ソウル大阪ミュージックオブハート2011、ファイティングジャパンに出演。7月13日、東京ドームにて開催された、ミュージックバンクイン東京系ポップフェスティバルに出演。同月30日、 千葉ポートパークにて開催されたラブマイナス1フェスティバルに出演。9月14日、日本ファーストシングル A をリリースし、ユニバーサルミュージックより日本デビュー。同日、池袋サンシャインシティアルパにてミニライブとトークショーを含んだリリースイベントを開催。同月17日には渋谷アックスにて日本デビュー記念イベントを実施。11月9日、 埼玉スーパーアリーナにて開催されたソル東京ミュージックフェスティバル2011に出演日本語版のマッハのほか、ツメやスイートドリムを披露12月2日渋谷公会堂にて開催されたシグマフェス2011感動だけが人の心を打ち抜けるに出演同月7日日本セカンドシングルマッハをリリース同月17日から20日 発売記念キャンペーンとして、大阪シアターブラバ、渋谷公会堂、名古屋市公会堂で購入者を対象に3都市で日本初の単独ライブ、レインボープレミアムライブを開催。2012年1月25日から27日、国立代々木体育館で開催された初の日韓合同ファッションイベントである、コリアン・インターナショナルスタイルショーに出演。2月26日、 京セラドーム大阪にて開催された関西コレクション2012スプリングサマーにゲスト出演3月14日日本サードシングルガナガナゴをリリース同月17日から18日東京ビッグサイト TFT ホールと大阪ビジネスパーク園系ホールにて発売記念イベントスタンプ握手会を開催同月28日日本ファーストフルルバム オーバーザレインボーをリリース。12月12日には特別版のオーバーザレインボースペシャルエディションをリリース。6月16日から17日、大阪城ホールにて開催されたラブマイナス -1 フェスティバルシーズン2に出演。2013年9月22日、東京のラフォーレミュージアム六本木にて単独イベントレインボーフェスティバル2013を開催。イベント終了後には ハイタッチイベントも行った。デビュー前に在籍していた、メンバーフルアルバムミニアルバムスペシャルアルバム、リパッケージアルバム、デジタルシングルアルバム DSP ファミリーアルバム、OST、参加作品ミュージックビデオ DVD フルアルバム、スペシャルアルバムシングルアルバム OSTA 映画、ドラマミュージカルミュージックビデオバラエティ、番組音楽番組バラエティ番組、ありがとうございます。